してくれませんか？大切なものを落としてしまって、拾いたくても私は泳げず。お願いです、代わりに取ってきてくれませんか？来てくれたのですね。ありがとうございます。こちらはお礼です。どうやら俺たちのことを嗅ぎ回ってる奴がいるらしい。おめえら絶対に犬どもを見つけ出せ。なめやがってぶっ殺してやる。知ってんのか分かってんのか。これちょうどあんたが帰ってきてくれて助かったよ。それでため池では何が起こってたんだ？大方あいつらと関係があるんだろう。まあ聞かないようにしておくよ。
とにかく一度はため池の掃除をしないとな。世話になったよ。ありがとう。よう。おやどうも。吉原では失礼しました。あの時あなたに相談があると言ったでしょう。お察しの通り、老害の治し方についてです。僕はアメリカに渡って多くを学び、その糸口をつかみました。目に見えない極めて小さな生き物が病を引き起こすという新たな学説を聞けたんです。老害の原因も生き物なら、それを制する毒があるかもしれない。沢村さんも言っていましたが。待たせたね。おや、君も福沢さんの説に惹かれた一人か。毒草にも詳しいフォーチュンさんなら何かご存知かと調査を依頼したんですよ。その件だが、期待に添えず申し訳ない。文献を漁ってみたのだが、望むような植物は見つからなかった。残念です。お手数をおかけしました。代わりといってはなんだが、興味深い一節を発見したよ。こんな伝承を知っているかね。東洋の竹は120年に一度だけ金色の小さな花を咲かせる。その時、竹の根元に生じる毒のようなものをとある錬金術師が西洋に持ち帰り、肺病の治療に使ったというのだ。まるでおとぎ話ですが、あなたはどう思います？僕も同じ意見ですよ。そういえば、龍泉寺で近頃竹の花が咲いたとか。僕は行ってみますよ。わずかな望みでもかけてみたいんです。あなたの手も借りられると助かります。ぜひ来てくださいね。
来てくれて助かります。ですが先ほど寺を訪ねてみたところ、用心棒に追い返されました。近頃賊が現れるそうなんです。竹の花は高値で売れるとか。もし盗まれてしまえば、どこの土を採取すればいいかわからなくなってしまう。竹の花は不吉と言われていますが、小塚が高値で買い取っても不思議ではありません。そうするしかなさそうですね。この木を逃せば、次はいつになるか。それに土をもらうだけなら、お寺に迷惑はかかりませんしね。フォーチュンさんによれば、金色に輝く小さな花を探せば良いはずです。さあ、寺に忍び込みますか。言っておきますが、何が起こっても人は殺めないように。医術のために人を死なせるなど見過ごせませんから。では人目につかぬよう頃合いを見て入りますよ。見事な竹ばかりですが、花は咲いていませんね。目黒は上質な竹が取れるんです。少し拝借しておきましょう。私を軽くあしらうと何者だ。
他を探しましょう。私を軽くあしらうと何者だ。懲らしめてくれる。カーチ、我が を荒らす賊どもめ、この武田もつがいが引導を渡してくれる。和尚様、聞いてください。西洋の研究では目に見えないほど小さな。黙れこそ。無罪じゃ。覚悟せい。な、せい。今は手を。王将様、我々の目的は竹の花ではありません。どうやら賊ではなかったようじゃな。お主ら何をできたんじゃ。私は福沢諭吉と申します。その花の根元にある土を分けてくれませんか。医術に使えるかもしれないんです。花を狙う賊なら叩きのめすつもりじゃったが、土じゃと？
ようわからんが、好きに持っていくがよい。やりましたね。人を殺めずに入手できて何よりです。土を医術に使うという話、誰から聞いた？ロバート・フォーチュンさんですが。やはりな。あの男は鼻が利きすぎる。その土を私にも分けてほしい。どうしましょう。土を分ける代わりに話を聞かせてもらいましょうか。礼を言う。この土から老害の薬を作れるはず。こんな異国の地で我が兵を失うのは二度とごめんだからね。言ってしまいました。まるで老害の薬を作れるような口ぶりでしたが、本当でしょうか？疑えば何も残らんが、信ずれば神仏の加護がある。ワルゼンジはそのように仰せじゃ。まず無心で受け入れるがよい。おっしゃる通りです。まず私が信じなければ始まらない。早速この土を調べてみます。必ずや成果を上げ、この国の医学を、いえ学問全体を一歩前進させてみせますよ。どんな用だい？
それじゃあな。この間は本当にありがとう。少し前、フォーチュンさんからレモンが届いたの。おかげで患者にレモン水を飲ませてあげられた。ただレモン水のみでコロリを治せるわけではない。ありゃあくまで抜けちまった水分を補うためだけのもんじゃ。ええ、肝要なのは早く完全な治療法を見つけること。今は片っ端から手がかりを当たっているところです。そうね、もっと西洋の医学書や資料が欲しい。あちらの方がコロリの研究も進んでいるはずだから。それなら公使館を当たってみたらどう？公使館？なぜです？お涼、お前余計なことを。盗みになるとしてももう手段なんか選んでられないでしょ。稲先生だって覚悟は決めてるみたいだし。獄に繋がれていた時噂を聞いたんじゃ。幕府の役人が西洋人から押収した書物を集めているとな。その書物、前に焼き打ちされたイギリス公使館にあるらしいの。今は立て直し中だけど、幕府の押収物が置かれてるみたいで。イギリス公使館。役人に掛け合ったところで見せてもらえなさそうですね。少しでも前に進めるかもしれないのなら私は行きたい。あなたの手を貸してもらえませんか？恩に来ます。このお礼はいずれ。では行きましょうか。無理な頼みかもしれないけれど、殺しは避けてほしい。人を傷つけたくはないの。
だ。どうやら何かの薬のようね。持ち帰って楢崎先生にも見てもらいましょう。で見覚えがあるような。これもコロリにまつわる資料かもしれません。
ことのない医学書ですね。何か手がかりが記されているかも。っと調べたいところだけれど、ひとまずはこれで十分。さあ、一刻も早くここを出ましょう。物取りとは感心せぬな。不良を慰めるにはちょうどよいわ。暇で暇で船を漕いでおったところよ。用心棒ね。泳がされてたってことかしら。そうしてもらうしかなさそう。けど無茶はしないで。こんなところで倒れたら許さないから。お相手する。仲間を先に逃がすはなかなかの試み。別に構わない。貴様が俺を満足させてくれるならな。雇われたくらいは覚悟せよ。一時はどうなることかと思ったけれど、これでまた一歩前に進むことができそう。犠牲を抑えてくれてありがとう。あなたを信じた甲斐があった。大したものじゃないけれど、これはお礼。受け取って。二人してとんだ無茶をしよって。医者まで行き急いでおったらどうにもならんわ。ああそうだ、お前たちが持ち帰った薬を改めたが、あれは多分キナガワじゃな。熱病に効く生薬よ。キナガワ。キナの木の皮から作るキニーネはコロリの症状を抑えると聞いたことがあります。
これまでは確信が持てなかったけれど、今こそ試してみましょう。強い薬のようじゃが、それだけに危ない面もあろう。うまく使いこなせねば、ますます患者を苦しめかねんぞ。それならば、うまく使いこなす方法を探るまでです。少しでも患者の苦しみを和らげるために、持ち帰った書物にもきっと手がかりが書かれている。まだできることはあるはずよ。私も手伝うよ、イネ先生。日の本じゃ見たことのない医学書ばっかりだけど、父さんと一緒にどうにか読み進めてみるからさ。ありがとうございます、二人とも。あなたもまた力を貸してほしい。病に苦しむ人たちを一人でも多く助けるために。あら、どうも。何の用？ちょうどよかった。私もあなたを待っていたの。きちんと伝えておきたいことがあって。いつもいろいろと手を貸してくれてありがとう。あなたのおかげで本当に助かっています。私からはそれだけ。それであなたの方は？ありがとう。でも今はその気持ちだけで十分。ここにいる患者たちと向き合うことは他でもない私の務めだから。私が学んできた西洋の医学は多くの命を犠牲に進歩を遂げてきたもの。私にはその命に恥じぬよう力を尽くす責任がある。あなたが戦い続けるのも同じような思いがあるからだと嬉しいのだけれど、もしよかったらまた顔を出してちょうだい。それから私に手伝えることがあれば相談して。恩は返したいから。ただ人を傷つけることはごめんですからね。ちょうどいいところに来てくれました。薬の買い付けに付き合ってほしいのだけれど。ありがとう、助かります。手間を取らせてしまってごめんなさい。一人で運ぶのは大変だったから助かりました。近頃は病人だけじゃなく怪我人も多いものだから、何かと入りよう。あら、はあ、
っていてね。今食べ物を持ってくるからね。もうそんなに甘えて困った子、撫でてほしいの。それなら、いえ、だって可愛いじゃない。ええ、もう認めます。好きなの。小さくて可愛くて、別に不思議ではないでしょ。何も言わなくていい。いや、言わないで。見られてしまったのは不覚だけれど、もうあなたの前で取り繕ったり本音を隠したりする必要もない。そういうことにしておきましょうね。何の用？何？父の話と言われても困りますね。物心ついた頃にはもうこの国を追われていたから。だから何も覚えていないし、会いたいなんて思ったこともないけれど、大人になって医学を学び、あの人の足跡をたどるうち、一人の医師としては尊敬するようになった。医師としてはね。漢方には長い歴史があり、多くの人を救ってきた。ただ西洋の医学でしか治せない病が多いのも事実。もちろん西洋の医学が完璧というつもりはありません。どちらにも長所と短所がある。だからこそ双方の医師が協力し合い、知恵を出し合えばもっと多くの命を救えるはず。私はそう信じてる。これ好きなんです。何？突然妙なことを言うのですね。この目は西洋生まれの父譲り。これのせいでいわれのないそしりを受けることもあったけれど、あなたに綺麗だと言ってもらえるなら、そう悪い気はしない。そう。
ありがとう。ただとはいかないが、安くしてあげるよ。いかがいたしましょう。他にご用件は？いかがいたしましょう。喜んで。またどうぞ。そこのお方、良い品入っているよ。おや、中身が気になるかい？それは買ってみてからのお楽しみ。毎度あり。返品は受け付けないよ。